読みますね。いきます。はい、今年私たちがこれは優勝できたのは、去年負けた時から高い目標を持ってチームメンバー全員で、これは日々ですね、日々練習を続けてきた。はい、はい、A です。他 B、 2、 C、 なりません。 D、 結果。はい、ここが文法ですね。これを知ってればできます。うん、大丈夫です。でも知らないと全然違う言葉を作ってしまいます。今日覚えましょう、答え覚えましょう。いきましょう。はい、まず1は続けてきた結果です。結果、次は結果なりません。いえいえ、結果2です。結果2、そうですね、ここまで分かったらできます。他なりませんという文法です。はい、知っていましたか？知ってれば大丈夫。はい、今日覚えましょうね、知らない人。今年私たちが優勝できたのは、去年負けた時から高い目標を持ってチームメンバー全員で日々練習を続けてきた結果に他なりません。これです、結果に他なりません。ここが文法です。はい、行ってみましょう。よいしょ、これです。これもちょっといっぱいですね。ちょっと待ってください。これで大丈夫ですね。はい、よいしょ、ここですね。名詞です。名詞に他ならない、名詞に他なりません。はい、ここはね、マス形ですね。なりません、どちらでもいいですよ。このように使います。名詞です。名詞に他ならないです。意味は絶対に名詞だ、絶対にこれだ、名詞だの意味です。簡単ですね。意味簡単。ですから例これです。リンさんが N2 に合格したのは、彼女が頑張った結果に他なりません。おー、意味わかりますか？これはいい言葉ですね。リンさんという人ですね。リンさんが N2 に合格した。あ、よかったですね。Pass the exam N2 ですね。合格した。おー、素晴らしい。それはどうして？どうして？彼女が頑張った。頑張ります。大丈夫ですね。Effort ですね。頑張った。その結果です。はい。頑張ったからその result になりました、に他なりません。だから彼女が頑張ったから、絶対に頑張ったからです。ここです、頑張ったからです。合格しました、リンさんが合格したのは、そうですね、例えばリンさん合格したのは日本にもう5年住んでいるからです、じゃないです。いえいえ、リンさんが合格したのは、彼女が、リンさんが頑張って勉強したからです。日本に長く住んでいても N2 合格できない人もいます。そう、ですから日本に5年住んでるから合格できたじゃないです。リンさんは勉強をしたんです、自分で。だからです。だから合格した。その意味です。はい。ここ、彼女というのはこのリンさんのことですよ。リンさんが頑張った結果です。その意味です。はい。リンさんのガールフレンドじゃないですよ。ね、彼女はリンさんのことですよ。はい。もしここが彼だったら、ここがリンさんが男の人という意味です。ここが彼女だから、リンさんは女の人という意味ですね。日本語は彼女、彼とかはこのようにも使います。ガールフレンド、ボーイフレンドの意味だけじゃないです。はい。じゃあもう一個例ですね。よいしょ。これもよく使います。これです。私が留学できたのは、両親の支えと読みます。支え。意味はサポート。
助ける、支援とも言います。助けますですね。両親が助けてくれた。それがあったからに他ならない。はい、そうです。私が留学できたのは、私がアメリカに留学できたのは、例ですよ。アメリカ留学できたのはお金かかりますね。そう、いろいろ大変ですね。でもそれは両親が助けてくれたから、両親がお金を払ってくれたから、いや、他ならない。留学できた、その理由はどうして留学できましたか？まあ、両親が助けたからです。絶対にこれです。絶対にこの理由です。その意味です。絶対に。はい。ね。そう、ですので、まず大事なのは支え、これですね、サポートで、動詞が支えるです。支えるが N2 の動詞で大事です。支えるは誰かを助けることですね、支える。はい。そう、ですね。ですので、他なりません。このように使います。ただ、この他なりませんは、意味は絶対何々だ、名詞だ、ですが、何でもここいいです、というわけではないです。ここですね、名詞、何でもいいですよ。じゃないから気をつけてください。はい。今日紹介したような、時は使って大丈夫です。で、これもう一回ちょっと文法を見ておくと、ここですね、名詞というのは、ここが名詞です。ここ、頑張った結果、これが一つ大きい名詞。でここもそう、両親、お父さん、お母さんの支えがあった、ここまで動詞ですが、から、からがあるとこれが名詞になります。そう、だからこれ全部で名詞と考えてください。ね。はい。Noun phrase とも言います。名詞、名詞のところですね、ここね。はい。そう。ごめんなさいな。なので、ここの文法はですね、よくに他なりませんの前は、結果という言葉がよく来ます。よく使う。何々結果とか、何々からというのをよく使います。はい。はい。だからこれね、文法テスト出たら、これが書いてあったら、あ、これかも。に他ならないの文法かもしれないと思い出すといいですね。に他なりませんでした。練習を続けてきた結果に他なりません。でこっちちょっと意味もう一回見ておくと、これは、今年私たちが優勝できた。これは多分何かのチームの、そうですね、試合ですね。例えばじゃあサッカーのチームとか野球のチーム、バスケットボールのチームですね。テニスのチームでもいいんですが、じゃあサッカーにしましょう。私たちのサッカーチームが優勝できました。一番です。その意味ですね、優勝。ね、優勝できたのは去年の時、去年試合の時負けたんですね。優勝できなかった、負けた時から私たちは高い目標、私たちは頑張る、来年頑張るという目標です。あそこまで頑張る目標を持って、チームメンバー全員で、ここはサッカーのチームの皆さんで、これです、チームのみんなで日々、これは毎日、いつもいつもの意味です。これよく出てきますので覚えてくださいね。問題には出てこないんです。読解とかに出てきます。これ何かなと思ったら、これ毎日、いつもの意味です。日々練習を続けてきた。私たちは去年負けたけど、練習しない、もうダメだ、私たち弱い。じゃなくて、いや、来年勝つ。そのために今から毎日練習します。これです。練習を続けてきました、毎日毎日しました、その結果です、その結果私たちは優勝しました、今年勝ちました、去年は負けたけど今年勝った、これです。はい、今年勝ったのは毎日練習を続けてきたからです。絶対これが理由です、その意味です。はい、ね、よかったですね。いいですね。語形成のビデオとカタカナのビデオありますので、ぜひ見てない方見てください。知ってればポイントが取れるものなので、カタカナと語形成は特に、はい、ぜひ見てください。このビデオの下にリンク書いておきますね。見てください。そんなに長いビデオではないです。
はい、問題ができます。はい、じゃあ皆さん本当に応援してます。頑張ってください。